はようございます、ウィリーです。6月の20日20日ですね、日曜日で、今日はね、淡路島の中をツーリングしようということで、CRF250 ラリーのね、に乗っていらっしゃる皆さんが、Facebook で、声掛け合って、まあそういうグループがあるんですけども、皆さんで行きましょうということで案内してくださるということなので、聞けばなんだかもう9台も今日ラリーが集まるということなので、これは面白いなと思って、淡路ハイウェイオアシスが、集合場所なんですが、まだね集合時間まで1時間もあるんですよ早く着いてしまいました。赤いバイクは僕一人ですね。さて、それでは出発します。あ、ここは景色がいいですね。ここはほほほほ、なるほど。ああいいね、いいですねこれ。あ、ちょっと雲がかかっているのがね不思議ですけれども、いいところ教えてもらいました。さて、いよいよ面白い道に入ってきました。まあ、林道っぽいですね、舗装林道。あら、もうおしまいかなまあね、洲本のね市街地を今抜けました。ね、いい感じでしょ。やっぱり海辺には白砂、白砂と松林ですね。白砂青松、洲本のねこの辺り有名なとこですよ。綺麗なところです。さっきもね、老舗の大きなホテル旅館がありましたね。今もこのこれもね、大きいですよね。いい感じでしょ。お、大浜公園入ります。さて、それでは午前中後半戦のスタートです。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10台、私が10台目ですね。さて、しんがり最後に出ましたが、ちょっと前と空いてしまいました。まあ大丈夫でしょう。いい景色ですよ、ここね。ホテルニューアワジ、これも有名なホテルですね。関西のローカルのね、あのコマーシャルで、あのホテルニューアワジのコマーシャルがあってね、ホテルニューアワジというあの節回しで CM がねあるんです。関西の人は皆さんそれ知ってますけどね。まあ今頃はこのあの動画を見てくださってる方はウィーリーの下手なあの節回しでブッとこう吹き出していらっしゃるかもしれませんね。うん、いいですね。前を行く8台とはぐれたのかなというふうにさっきね、ちょっと2人で取り残された2人でこの道で大丈夫だと思いますって私が言ったので、どんどん飛ばして今来たんですが、前には姿が見えないですね。やはりはぐれたのかな。まあね、あの仕方ないです。今日は初対面の皆さんばかりでね、集まってツーリングしてますから、どこで会いましょうとか、どこで次は待ち合わせしましょうとか決めずにスタートしてますから。まあ、久しぶりにこの道を走るので、はい、気分はいいですよ。前を行く8台とね、完全にこうはぐれてしまったので、まあ2人でですね相談して、お昼ご飯をふくらという、幸福の福が良いというか漢字を当てるんですけど、ふくらっていう町があるんですよ、港町です。そのふくらで、まあちょっとバイク止めて様子見ましょうかということで、今度は私が前を走っています。いないですね。まあここで待ちますか。さて出発です。皆さん行ってください。涼しい。もう暑くてね、もうちょっともうふにゃーっとこう夏バテしそうな、そんな感じでした。
今度は遅れを取らないように皆さんについていけるように頑張って走ります。私の後ろに1台いるんですが、ちょっとね車が間に入ってしまって、その車がどうも遅くてどんどん開いていくんで、またさっきと同じようなパターンになるのかなっていうのがあるので、私今一人でちょっとスローダウンして繋いでいくようにしてるんですけどね、前の8人が気がついてくれるかな。これでみんな揃いましたね。いやー高い。さっきねはぐれてしまって前を行った8台の人たちは、あの山の中の林道を、ね、走って景色のいいところを行ってきたようですけども私は結局今日はずっとこういう海岸べりをずっと走ることになってるんですけどもまあね、けどこれも一つだなと思います結局今度は7台と3台ということで私が一番最後今走ってるんですけどもはぐれてしまいましたねなんか今日はそういう日みたいですね、もう遅いのは放っていったらいいんですってまた取り残されてしまったという、まあ面白いです。さてさて、ここはですね、見えますかね、先日、家内と2人でパンケーキを食べに来ました。その幸せのパンケーキのお店ですね。あ、やっぱ混んでますね。あ、ハッピーパンケーキ、幸せのパンケーキ、もう渋滞に巻き込まれた私たちは不幸せのパンケーキですよ。うわー、すごい行列。まあまあそんなこと言ってるよりこの景色見てください。皆さん綺麗でしょ、ね、今日いい天気ですよ。言うことはありません。さて、素晴らしいこの景色ですね、それでは間もなく道の駅淡路に到着します。そこで皆さんとお別れすることになりますが、今日のモトブログはこれでお開きおしまいにしたいと思います。いつも最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。さよなら。天気良かったし、海鮮丼美味しかったし、迷子になったし